今回はテトラサビキでの入れ食い編と、巨大魚の捕食編をお伝えして、カテロマ島でお世話になっている方にお魚を届けました。カテロマフィッシング三つ丸300。テトラサビキのタックルはこんな感じ。まずは入れ食い編。ここからゆっくりこう、かかったかかった、きたきたきた、レアっぽいのかな。一番下できた。釣れた魚は一筋持ちの魚。お、かかったかかった、よし。あ、チビイラブチだ。オビブダイのメスが釣れました。お、かかった、あ、なんかちっちゃいのかかったな。あ、ちっちゃいのかかっちゃった。スズメダイ、あ、違う、ハギチビだ。お、かかった、おー、強い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 。あら、手に入られちゃいましたね。よし、残念ですが諦めましょう。切れた、かかった、かかった、かかった。よし、次こそこれは取ったぞ。よし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 、よし、うん、よいしょ、うわ、よし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 。またまたオビブダイのメスをゲット。お、かかったかかった、お、かかった、よし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 、来た、よーすごい、うお、これは入られないしね、負け負け、よし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 、なんだろうあれ、初めて見たかも。イラブチかな。おお。ああ。なんだこれ。イラブチ？よし。重っ。なんだこれ。イラブチか。釣れた魚はスジブダイのメス。初めて釣りました。持ちの魚やイラブチが釣れた日でした。さあ、日を改めて同じポイントに来た三つ丸さん、今日は時間がかかると思う。入れ食いポイントの魚が見当たりません。やっと魚が集まり始めたこの直後、事件が起こります。あー、これ石積先生かな。椅子、おお、なんだなんだ、すげえ、ああだ、あ、椅子、おお、なんだなんだなんだ、すげえ、ああだ、なんだ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 、すごいすごいでかいの出てきちゃった。見た今の、ちょっと待って、え、なんだ今の、やばい、ちょっとこれやばいな、取りたいな。ちょっと今の何だったん、でかいの。あ、入っちゃったな。ちょっと待って今の。ちょっとすごいでかいの出てきた。あ、あ、でも、お、出てきた出てきた。お、出てきた。あ、出てきた。あ、出てきた。なんか出てきた。あ、やばい、これこれはやばいやばいやばい。これなんか出てきた。これちょっと。これは、これはちょっと、あ、すごいの出てきた、すごいの出てきた、あ、おお、やばい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 、
やばい、なんとか取りたい、これは取りたい、これは取りたい、これは取りたい、ちょっと待って、よし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 、だいた、だいた、すごいな取れた、すごいな取れた、あちょっとゴミも一緒に、よし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 、やったやった、すげーの取れた、どうしよう、こっからどうしよう、すごいの取れた、すごいの取れた、ちょっと待って、どう取ればいい、これ手繰り寄せて、あ重っ、こんなのいたんだこんなことあるとは、おおてかこんなのいたの、こんなのいたの、恐ろしいモンスターが隠れてた、いやーまさかあの小さい魚がこんなの呼んでくれたわ、ちょっとうわーこれ60あるよね、あこれちゃんとここにかかったんだカヤック乗るよりでかいの釣ってんだけどおー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 おおお、ちょっと大きいとこ行こう、あーごめん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 、こんなの住んでたとはね、これはでかいね、これはでかいよ、だってこれはでかいよ、グー何個分よ、1、2、3、4、5、6、まあ 6.5 ぐらい、でかっ、うわーこれハタってこんな大きくなんだね、70センチぐらいあるよ、これこれ靴のサイズこれだから、でかでかすぎる、まさかテトラでこんなのがいるとはね思わないよ、こんなのがいるの、すごい、閉めて出ないようにして、よいしょ、もうちょっと海中にいてもらいましょう、よいしょ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 、ちょっとでかいかな、どうだろう、ちょうどいい、この巨大サイズ初めて使った、うん、よしよし、もう肩にしてはでかいね、これ痛いんだよ、知らずに刺さるんだよ、よし、ね、このエラもでかいな、あほんま、食べてみようか、雪袋ね、これすごいね、これ食べれんのかな、雪袋、さあ魚の刺身を、お世話になってる方に届けに行きましょう、よし、はい、毎度 お魚持ってきました、どうも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 すごい興奮する魚が釣れて、えそれを持ってきました、興奮した、本当に興奮したの、あのあそこスイッチ入ってないんだな、これ半分だから頭入れるとこんぐらいのが、堤防からこれいつものほらこんぐらいじゃん、うん、半身、これ半身、すごいね、あそれ美味しいやつじゃん、あの
はいはい、これに見覚えがあるぞ。はいはいはい、旗。ちょっと何旗までか調べてないけど。ほら、あそこな。ほんとだ。超興奮したやつ。これね、でもこれだけじゃわかんない。これ、うん。あとね、測ったら60センチありました。ちょっとさ、タイムラグがあるんだよ。うん、これにもいいんだよ、ね。これよりもこれに。こっちだ。こういうのがないですよね。うん、黒っぽい。こっちだ。瞳旗。あ、じゃあもう初めて釣ったかも、これ。うん、釣れた魚は瞳旗。これも初めてだね。ちょっと食べて、ゴリッゴリッゴリ、この瞳ハタ、うまい、トングでできた、うまい、うまい、これ皮だよ、皮、うん、おいしい、ぜひぜひ、うん、これ皮、あ、皮、皮、あ、じゃあ皮、あ、言ってください、瞳ハタの、おお、うわ、お、口だけ、口だけ、うまい、よし、皮を、皮を捨てるのもったいないよね、そう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 、ね。うん、役者だから大丈夫よ。役者。はい、こうこうこう。どうかな。刺身はどうかな。こうやって解説付きで食べるなんてね、最高だよね。うん。美味しい。どっち食べた？どっち？ハラミ、ハラミの方を食べた、ね。塩がいいんじゃない？ああ、塩もいいよ。持ってきてあげるわ。塩で今度は。塩分、塩分。大丈夫？まあよく合ってる合ってる。合ってるよね。バッチリバッチリ。白身、白身、白身はさ絶対バッチリよこれ。なるほど。かけろまの塩で。おお。うん。これはいい。バター醤油焼きにしたり。ネギのポン酢和えにしたり、カブトにも作ってみました。浮き袋を炒めてみたらコラーゲンプルンプルンだったよ。仕出し屋さんのおかずにもなって、旅行者の方にも食べていただきました。今回はとても興奮する兆候でしたね。また美味しいお魚頼みましたよ、みつまるさん。評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。みつまる300.comから、かけろま島の暮らしと釣り情報が見れるよ。待ってるね、ジュージュク。